あんまりこれはそうですね。青森県青森市生まれ大型室谷かな子です。よろしくお願いします。かな子はですね、香る菜の花の子で、お花が似合うような女の子に、女性になってほしいという意味です。趣味は、最近はあんまりできてないんですけど、食べ歩き好きです。お休みは、寝ますね。はい、6時間。ネガティブ、チャームポイントは笑うと口が大きいことです。飲酒、ビールの1杯目。部活はですね、高校時代は放送部に入ってました。白、唐揚げセロリがやっぱりあんまり得意じゃないんですけど、今回カレンダーで私セロリを持ってましたね。そうなんだよな、春巻き、かな、最近。はい、あ、だそうだ、それ抜けた。アイスホッケーを生で見て感動しました。最近チョコプラ好きです。はい、ドリカム、プロレスラー、いやー、もう全部、体型も好きだし、技、汗、全部いいですね。力強いのがいいですね。はい、いや、筋肉好きですね。筋肉アピール、うん、筋肉好きですね。あの、でも細マッチョじゃなくてがっしりの方の筋肉。はいこれは難しいよね。まず預金口座に入れます、はい、そして、あの、記帳して増えた数字を見たいこれも難しいよね。いや、別に休み欲しいだけでもないし、一つだけ、宝くじ、はい、忘れてた、宝くじ当たりたい。話すことが好きだからかな。ごめんなさいはっきりしない銀行員ですね。夏ずっと緩いですね、部屋着ばっかり、ダメダメですダメですダメです。イライラしまくりだよね。一番嫌なのは、畳むことかな。服畳むことがちょっと面倒です、はい、物を増やさない、ダメです、猿です、はい、出ていっちゃいます。メモをしてから行くこと、はい、卓上になったようです。なので、机に置きましょう。よろしくお願いします。